プライドの剛力王ゲイリー・グッドリッジ VS サモアの怪人マーク・ハント。ただこれ、マーク・ハントとしても意外でしょうね、このゲイリー・グッドリッジの出方は ね、 ね、ここでいつも出るのがゲイリーなんです、うん、ただここは見ている。マーク・ハントもこれは距離を詰めていいのか、突っ込んでいっていいのかどうか、ちょっと判断しあぐねているような、そんな状況かもしれませんが、左のジャブです、まあ、それだけゲイリーは一発は持っています。どう攻めるか、マーク・ハント。マーク・ハントにしてみればですね、打たれ強さですよね、はい、左のジャブ。ゲイリーがガードを固めてウィーリングをしながらこう距離を詰めてくるシーンはあんま見なかったですから ね、 そうですね。左です、飛び込んできたマーク・ハント、ね、はい、まあ、これがそのコーチをモーリス・スミス、コーチにモーリス・スミスを招いた影響なんでしょうね、やはりね、うん、左のフックです。ゲイリーが左、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 中に入ってますよ、小さな左が3発マーク・ハントの顔面を襲いました。動かすのはゲイリーでしょうね、これはね、はい、右のフック、ゲイリーが前に出る、ゲイリーが前に出る、ハントは誘ってるんですけどね、こうやって軽いパンチ出しながら、自分の射程距離に入ってくれば、あの一昨年奇跡の拳、東京ドームにサモア城を築き上げたあの拳が炸裂します。一昨年の王者、前王者です、マーク・ハント。右のフック、右のアッパー、さあマーク・ハントが前に出るか、聞いたでしょうね、ちょっとゲイリーが出られないと、ね、あっとゲイリー出られないのか、ゲイリーは出られないのか、コーナーに詰められていく、ゆっくりとゆっくりとサモアの怪人のプレッシャーを受けていくゲイリー・グッドリッチ、肩で押していく、右のアッパーを狙っている、ハントもそろそろ来るだろうなと思ってる、アート効いてるんですね、これね、ちょっとよろめきました、ガードの上からです、右のアッパー、マーク・ハントのパンチ、左を出します、片手でガードを固めながら、右から左、右はカウンター、左、マーク・ハントのパンチ、左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 、右のブロー、右のボディーブロー、右のフック、今度はガードの上から、さあゲイリー・グッドリッチ効いている、ゆっくりとゆっくりと前方を取れば、しかしゲイリーのパンチをもらっていった、ゲイリーのパンチをもらった、ゲイリーも守りますね、あのグランプリのジェロムネバンナ戦も攻め込まれて攻め込まれて最後の数秒でダウンを奪い返しました。これは耐えてるんです、もらってるんではありません、マーク・ハント打ち返してきた、それがその証拠、これがその証拠、禁止されています、ボディへは有効です。右のストレート、ゲイリーの動きはこれ止まってますね、谷川さんね、もうバランスがない、さあ仕留めるだけか、残りは30秒です、一発一発でコンビネーションではありません、ここは全てフィニッシュブローを送り出してくる、マーク・ハント、ゲイリー・グッドリッチパンチを出せない、左のジャブをかろうせました、右のアッパー、ゲイリーもまだ体力が残っているか、マーク・ハントが狙っている、ガードを取るゲイリー・グッドリッチ、しかしガードを固めただけでしのげるパンチの重さではありません、マーク・ハント、このラウンドマーク・ハントのパンチがグッドリッジを捉え始めた、しかし微妙にタイミングがずれているために決定打とはなっていない、グッドリッジも必死の抵抗を見せ KO にはつながらない。そうなんですね、2人のこう激しいぶつかり合いが見たいんですけどね、まだなんですかね、リング上では近寄れない何かがあるでしょうね、両者にはね、ゲイリー・グッドリッチが、しかし小さなマッチを守りに行く、ちょっとハントもらっている、ハントもらっている、ガードを取ることができないマーク・ハント、その目はどうか、さあここまでどうでしょう、左の相打ち、右をかぶせていった、ショートフック、右のアッパー、ゲイリー・グッドリッチ、さあこれ勝てるか、第4ラウンドのダメージがあるのがマーク・ハント、ハントちょっと悲しいですよね、しかしもらったその後前に出てきます、ガードを取ったのはゲイリー・グッドリッチ、左ワンツーの左だけが当たりました、ゲイリー・グッドリッチのパンチ、癖もう本当にベスト8ファイターに入ってくるぐらいになってますよね、あボディ効いた、このゲイリーも今年は来るかもしれません、右で追いかけるマーク・ハント、一旦ガール掘られた、お飛び上がってみんなハイキック、珍しいですね、それだけマーク・ハントが追い込まれているのかもしれませんが、一撃必殺に打って出ましたマーク・ハント、さあ時間がない、ラストラウンド残りは15秒、最後の一発にかける両者、狙うか、前に出るマーク・ハント、抱え込むゲイリー・グッドリッチ、最後のパンチはどちらが出すんだ、ここで試合終了のゴングです、両者の戦いは意外にも判定を聞くことになりました。
49.5-46, all for the winner by unanimous decision from New Zealand. Mark Hall. 判定までもつれ込んだ剛腕対決。しかしどちらが勝ってもおかしくない展開でした。勝利のコールは2001年覇者マーク・ハントです。しかし谷川さん、はい、マーク・ハントも首をかしげましたが、ね、苦しい試合だったんでしょうね。前半のポイントが勝利に結びついたと思うんですけども、はい、やっぱりゲイリーに本当にちょっと翻弄された部分もありますからね。ゲイリー・グッドリッツの前に苦しい試合を強いられました。